メキシコシティにあるアロの破壊士エルモアロバランサは、メキシコの天文学者である。ハービィック・ハロー天体と呼ばれる星の誕生期の天体の発見者の一人であり、メキシコの天文学の発展に貢献した。メキシコシティで生まれ、メキシコ国立自治大学で哲学を学んだ。1943年、天文学に興味を持ち、新設されたトナンチントラ天文台の職員となった。 1943年から1944年の間、ハーバード大学天文台で訓練を受け、1945年に帰国し、トナンチントラ天文台で研究した後、アナムの宅場や天文台で働いた。1950年に発見した天体が、ハービックが発見したものと同種であることが判明し、二人の名を取って、ハービックハロー天体と呼ばれるようになった。 1959年には発展途上国出身者としては初めて王立天文学会会員に推挙された。1985年にロモノーソフ金メダルを授与された。1988年にメキシコシティで亡くなり、同地に埋葬された。生涯に二度結婚した。1968年に結婚したポニャートフスキキの末裔である作家。 ジャーナリストのエレナ・ポニア・トースカとの間には3人の、子をもう設けたが1981年に離婚した。ありがとうございます。